こんにちは、今週のエライバーのコーナーです。はい、よろしくお願いします。先週は大花賞トライアル、チューリップ賞が行われましたが、はい、今週はフィリーズレビューが阪神であります。硬かったよね、チューリップ賞、ね、そうですね、ヤミ賞もそうだけどね、硬かった、強い馬が強い、 そうですね、そのままの本番に出てきそうだからね。はい、フィリーズレビューはそういう風になるかどうかは知りません。そうですね、まあ荒れるレースですからね基本的には。はい、はい、藤田さんの本命は今ペプチドサップルを、はい、注目してます。これ一勝馬でちょっと抽選対象なんですけど、うん、まあアルテミスステークスと阪神ジメナルフィリーズで4着と、うん、結構いい競馬してていい足使ってて、うん、まあ成績としても安定しているので、うん、まあとりあえず抽選がまず勝負になると思うんですけど、はい、これでもさ、前回さ新ハライドに負けてんだ。そうですね、選手買ったやつだね。はい、そうですね、チューリップ賞買った馬ですね、うん、一馬身半差、そうですね、うん、いいんじゃないの、どう阪神に変わるのはいいと思うので、うん、シブとか足使うタイプなので、はい、その京都の切れ味勝負よりは阪神でシブとか足使う競馬の方が向いてんじゃないかなと思って、うん、まあ、ジュベナルフィリーズね、一回使ってるからね、はい、4着だったしね、はい、私はね、キャンディーバローズ、はい、ちょっとね、体がないんだよ、この馬ね。そうですねちっちゃい馬なんだけど、前走もちょっと減っていましたからね、うん、結局、体が ある程度増えるっていうかね、まあ、この前402だけど、それよりも増えてることが条件で、まあ、入れ込まないっていうことも条件なんだけど、まあ、能力はね、結構ね、いいものがあるって、まあ、ファンタジーステークス買った時にね、矢作先生とちょっとお話しした時にそういう話もしてたんで、これはちょっといいかなと思って、はい、これはちょっといいかなっていう歌もあれだけど、まあ、この辺では、まあ、うん、唯一の重賞勝ち馬で、はい、まあ、実績ではもう一番っていう感じですけど、うん、あとはもうほんと体、うん、どれぐらいの出てくるかとか、あとカリカリしてないか、そこ辺ですね、そこ辺 見極めて、だから当日の気配とか見極めてね、考えていきたいと思いますね、はい、それからそうですね、アトザーシーサイド、はい、これがデビューから2連勝して、はい、阪神ジュメナルフィリーズでも5着と、うん、構想してましたね。やっぱり能力は高いですよ ね、かなりすごいいい足使ってましたからね、うん、俺正直そんなにどうなのかなと思ったけど、ここの2戦見てるとやっぱり強いなと思った、うん、はい、印、重い印をつけなきゃダメだなっていうふうに改めて思いました。まあ、そのデビューから2戦が、1400m で、うん、今回はその距離に戻るということで、うん、まあ、やっぱり、まあ、阪神ジュビアルフィリーズの内容からしてもここでも当然上位争いには加わってくるかなというふうには見てますね、うん、そうだよね。あとはどれだ、クードランパン、はい、クードランパンもね、キャンディーバロスと同じような感じで、ね、ちょっと入れ込みとかね、クイックっていうところがね、ちょっとどうかなっていう部分も残りますけども、阪神ジュビナルの時は完敗だったんでね、うん、まあフェアリーステークスも正直勝ってほしいなと思うんだけど、4着だったし、まあこの短期間でまあ、どこまで成長しているかっていうのが一つのポイントかな。ただダイヤメジャーサークなんでね、伸びしろはあると思うんでね、その辺でちょっといいところを見せてもらわないと、次の桜花賞でも楽しみがなくなってしまうんで、ここはちょっといい競馬をしてほしいなと思います。あとね、俺ちょっと個人的に注目しているのはね、あれボーダレス、はあ、はあはあ、うん、千人の方がいいのかなと思ったりもするけど、まあ、もう一回ね、千四っていうかね、ここ千四使って4ヶ月ぶりだけど、お菓子は出したいんでね、これね、陣営としては。だからね、この競馬っぷりっていうのはちょっと注目して、それなりの競馬してくれればね、戦力でも面白いかなという気はします。はい、中山では日曜は、はい、中山牝馬ステークスですね、はい、注目はどこら辺ですか。ルージュバックなんじゃないかな、みんな、やっぱり、ね、有馬記念10着に負けたけどね。はい、世代ではね、トップクラスの力があったと思うんでね、はい、でも人気でしょ。そうですね、ハンデも56キロだし、ね、ここがちょっと課題ですね、うん、そこが問題かなっていう感じもするんで、とりあえずまあ正直ね、本命どうしようかなっていろいろ悩んでるんですけど、まあ一応上りティアーナとかね、はい、その辺とかね、ちょっと考えてはいるんですよ。まあ展開とかにね、ちょっと注文がついたりするんですけど、まあ、このレースね、展開一つでね、何でも来そうな感じなんで。そうですね。うん、こちらも、荒れる重賞ですからね、はい。あとね、アースライズ。これもね、
半で54キロだしね、それなりにはまあ、崩れなずに走ってくんじゃないかなと思いますね。あと、ちょっと、キャットコイン、中山での勝ちっぷりがすごい良かったよね、2歳の時はね。あれとか、シュンドルボン。あとは何、何そうですね、まあ、重賞勝ちまでいれば、前走ターコイズステークス勝ってるシング・イズ・ジョイですとか。ああ、そうね、はい、そうね、そうね、この前ね、はい。シングイズジョイね、先週ね、マカヒキで勝ったトミー・キューチャーですからね、はあはあはあ、怖いですよね、うん。まあ、こちらもハンデ戦ですし、うん、まあ、ハンデで言えば、56.5 キロトップハンデのバウンシャッセは、うん、宗教の中日新聞杯に今のところ行く予定で、はい、多分出てこないよね、はい、なるほど。あとは、なんだろうな、クイーンズ・ミラーグロとか、まあ、副兵人はいっぱいいますよ。ハピネスダンサーもね、この前の小倉大賞典5着の内容見たらね、天下一つで突っ込んでこれそうかなっていう気もしますし、あとは、アルマディバンもね、ターコイズステークスの時はちょっと前さばけなかった、全然競馬にならなかったんですけど、これも展開がハマればチャンスがあるかなっていう気がします。以上です。はい。